にどんな試合が入っているのか、ここでご覧いただきましょう。はい、結構いいカードありますね。はい、キサイトバッチではこの中からこれをちょっとピックアップしてご案内したいと思います。まず浜さん、はい、ウォード、ドーソンといい試合でしたね。まあ、スーパーミドル級統一チャンピオンのこのウォードの場合はですね、まあ、事実上のこのクラスでのナンバーワンというふうに言っていいと思いますね。はい、というのは、はい、まあ、今4団体やってて、まあ、みんな想像でどの選手が本当の一番強いかというふうによく聞くんですね。あ、本当ですね。まあ、このスーパーミドル級はウォードが事実上、まあ、証明したと、うん、いうことは言えると思いますね。ウォード、来年はどんな活躍を見せますか。まあ、本当にその実力を証明をしっかりと築いていく時だと思いますが、続いて山中選手にも伺いましょう。はい、ラモス対リゴンド。リゴンドはですよね、やっぱりね。いや、もう本当にすごいですね。出入りは抜群に速いし、距離感もいいし、一発のパンチもありますし、まあ、本当に強いですね。何が一番特筆すべきポイントなんでしょうね。一番本当に出入りと距離感と、まあ、間合いというのが本当にすごいです。はい、リコ・ラモスは何もできなかったですね、この試合は。こういうパワフルな面が、そう、もうあるんで、はい、行くときはすごいんで、はい、楽しみですね。はい、リゴンドスーパーバンドですからね。はい、さあ、そして、じゃあジョーさんにはブローナーについて。ブローナーもどんどん株上がってますね。そうですね、まあ、小型メイウェザーっていう表現もありますけどね、メイウェザーよりもっと倒し屋ですね。ノックアウトが期待できますからね、常に。その常に相手に肉薄しながら打たせないで、その自分のペースへ巻き込んで、最後はこうしてパンチまとめて倒していきますよね。だから、まあ、ウェイトコントロールでしょうね、この選手の課題は。はい、さあ、そしてやっぱり触れなきゃいけないのはヘビー級なんだと思いますが、ジョーさん、クリチコ政権というのは続いてますね。だからクリチコがね、その現在の力、体調を維持してるっていうことはやはり評価すべきだと思うんです。はい、でその左ジャブ、攻撃にも防御にも使える、その左ジャブマスターしたでしょ。だからもう盤石の強みを発揮してますね。だからあとはね、モチベーション、これ王座を守り続けるその意欲、はい、油断しないことですね。そうですね、もう長きにわたってますからね。来年あたりはその辺を注目してお伝えしていきたいと思っています。はい。